どうも、エルザレットです。それでは、アップデートが来たんでね、ちょっと情報を見ていきたいなと思います。やっと来たね。まあ、シーズン終わり間近ということで、どんな変化が来たんだろうね。はい、まず対戦に関する変更から見ていきたいと思います。まず来てるのはプロモデラーだね。あ、インク消費量が軽減されたんだ。だいぶ塗りが強くなりそうだね、これは。キューパー結構でかいもんね。で、スプラシューター系が、地上での射撃ブレフ減ったんだ。これ強いかもね。まあ、ジャンプ打ちで無理やり小さくしてたのもあったけど、あんまりその必要性なくなったの。これ結構でかいね。なんか前作もブレ軽減って結構、いい影響与えたもんね、寿司にね。より当たりやすくなって感じか。で、それに合わせてザップも同じぐらいっていうとこだね。おー。あ、で、これあれだね。ジャンプ中の射撃、もうちょっと変わるんだね。はー、いいね。で、続いてプライム。着弾の塗り半径が 8% 大きくなると。あ、意外と確かにちっちゃいもんね。ちょっとちっちゃかったから。プライムこれで増えると面白そうだね。射程的にもいい武器だしね。で、ノバブラスター。ジャンプ中の射撃ブレを約 25% 軽減。アクション強化つけなくていいってことだよね。まあ、射程短いからどうなんだろうってところあるけど、直の取れる率は変わるかもね、ジャンプ打ちね。これはいいかもね。壁に当たったりとかあるからさ、やっぱそういうの考えると、ノバはこれは、これで良かったのかもしれないね。で、ダイナモに関しては、インクの回復。インクの回復なのだ。あ、インクロックの時間短くなるってこと？いいね。まあでも、インク消費が激しいのは変わらないからね。このあたりは、ちょっと管理の仕方が変わるかもね。で、品線とインク消費量か。ああ、ダイナモに合わせて違う強化をしたって感じか。ヴィンセントのインク消費量アップはなかなか強くない？結構、消費激しかったしね。あとは、塗り。あ、これもなんだ。じゃあ全体的にちょっと軽めになったっていう感じだね。フィンセント意外と増えるかもしれないね。最初見たけどやっぱ見なくなったもんね。インク消費量っていうか、フリーの遅さとかそのあたりも相まってちょっと大変だったから、環境的に変わるかもね。あと、VTuberは、チャージを示す表示を調整したと。与えるダメージが100を超えるタイミングを分かりやすくしました。これちょっと気になるね。これ見たいね。チャージを示す表示。じゃあちょっと光ったりとかするんかな。100ダメージ超えましたよ。これ、チャージャー全種ついたらすごいことになりそうだけどね。オーバークロージャーは着弾点と飛沫による塗りの半径 10%。まだ塗れるようになるんだ。でも確かに、場所によってはなんか塗れないみたいなとこあったからな。これちょっと厄介だね。ダメージ判定でかくなってない分まだいいけど、塗りとしては強くなってそうだね。で、ここ。一番個人的に気になったここ。トライストリンガーがね、次元に刺さった弾の爆発で与えるダメージを28から30増やしました。これ着弾した矢だね。着弾した矢が28から30になると。あとはチャージ中及びフルチャージ中の移動を約 13% 速くしました。これさ、13% って一加速何個分？これさ、チャージ中の移動速度もしかしたら、一加速1個分とかぐらいなるかもね。これまたちょっとちゃんと計算しないからだけど、結構期待値高いかもね。ここの移動速度は。0.2 だけつけましたとか多かったから、それをつけなくてギアが開くんだったら、これはすごくいいなと思う。まあでも一番いいのはこっちだね。上だね。28から30ダメなんだけど、フルチャージした矢って一発当たった時って35ダメージでしょ？それが2発プラス爆発矢で倒せるようになるから、今まで以上に地雷で倒せるようになるっていうのがね、壁裏にいる敵とかに対してさ、どうしても取りこぼし多かったけど、それを減らせるようになったのはかなりでかいんじゃないかな。これめちゃくちゃいいね。なんかチャージ速度上がるといいなとか思ってたけど、この爆発屋でその一角の確率が増えたっていうのはすごくいいなと思う。まあちょうど100だけどね。ちょうど100になっちゃうけど、まあでも、率は上がるっていうのはめちゃくちゃいいね。で、続いてがサブウェポンだね。スプリンクラーが、
延長されたのか、約3秒間強い状態が延長されました。これ強いだろうね。モデラーが全体的に強化された感じかな。で、ラインマーカーは直当てで与えるダメージが35から40。あー、かほほ。おー、ダメージ上げた。インクの塗りとかも増やしてダメージもアップしてって、結構強化されてるね、ラインマーカー。このあたり、絶水とかもしかしたらまた来るかもしれないね。で、スペシャルウェポンの強化がちょっと気になったのは、ウルトラショット。爆風で与えるダメージが40から60って、これ、ジェッパより強いよね。ジェッパで50だからさ。これはウルショ武器増えるんじゃない？ボトルとかさ、使ってる人からしたら、より、取りこぼしが減らせるっていう感じだよね。爆風で2発やれる可能性もあるわけだよね。これ強いね。で、吸引機は相手のインクを吸収した量が最初の時に発射するインクの弾の爆発半径を約 50%。 あー、最初の時か。あ、じゃあ、あのちっちゃいやつがある程度大きくなってるってことか。へー。相手のインクを吸収した量が最大の時発射するインクの半径を約20。さらにでかくなるんだ。これ、あとかさ、これさ、キャンピングシェルターだよね、どっちもね。キャンシェルなかなか強化されたんじゃない？この2つで言うと。あー、キャンシェルちょっと増えそうだよね、どっちもね。デコイチラシ。で、デコイチラシがダメージアップだよね。巻き込んだ時のダメージが、爆発が70ダメになったと。で、半径もでかくなったと。で、さらに爆発で35ダメになったり、範囲も大きくなったと。だから、全体的にちょっと厄介になってるね。これちょっと厄介だね。意外と最近増えてきてるからさ、ここはちょっとしんどいなって。デュアルに合わせて増えてるような気もするけどね。で、最後、ジェッパ。やっぱ弱体来たね。50%、まあ、爆発で50ダメージ与える範囲がちっちゃくなったと。だから直当てができないとちょっと辛いなって感じ。ただ、スペシャル性のアップ積めば、それに近い感じにはなるんだろうね。でも 15% ってなかなかでかいよね。で、一部のスペシャルってことで、あー、クラッシュブラスターとカーボンは、そうね、どっちともウルトラショットだから170になってんのか。ただ、ブラスター必然。あ、エノスタの、あれか、ヒューだか、エノスタか。へぇー。クーゲル。まあ、クーゲル、そうだね。と、ラピブラ。エリートデコは、まあ、このあたりはなんか、増えるのはわかる気はするな。まあ、性能的な変化というところでは、こんな感じかな。いや、でも、シューターがちょっと強くなるね。スプラシューター、ザップ。このあたりか。トライストリンガーも意外と大事なところかもね。まあでも、ウルショ、吸引機、この2つも要注意だね。さあ、その他なんですが、プレイヤーの操作に関する修正が出てますね。特定の入力を行ってイカロールすると、通常よりも高くジャムできる修正を行いました。あー、壁潜伏して、これちょっと問題というか、プレイヤー、一部のプレイヤーがやってましたね。はいはい。通信状態の不安定なプレイヤーがガチ歩行を所持したとき、それを他のプレイヤーの画面から見ると、ガチ歩行の所持状態が正しく反映されないこと。これは、やばい。これはちょっとね。あとは、静止しているボムや着弾したのガチ歩行ショットのフルチャージ弾が、シェルターの傘の端に触れて、爆発するとき、傘の裏側にいるプレイヤーがダメージを受けてしまうことがある問題を修正しました。あー、傘はちょっと、ね、苦労してたんやね。これ確かに辛いだろうな。はい、対戦に関する問題の修正ですね。そうだね、なんか濡れる場所濡れない場所がありましたとか、塗りポイントが入らないでいいところに入るようになってたとか、そういうのが多いね。コンボトラックのあれだね、ホップソナーが消える問題もあったみたいね。あとはサーモンランだね。まあコウモリのダメージか、与えにくい問題、与えにくかったんだね。これ修正入ったらしいね。あ、すごい、これあのね、ラッシュの後のウェーブで出現する鮭の耐久力がラッシュの時と同じになることがある問題を修正しました。半分やからね。これは、良かったかもね。難易度ががっつり変わるからさ。はい。まあ、こんなところか。まあ、全体的に言って、まあ、僕、トラスト使い、なんで、まあ、トラストの強化入って良かったなぁと思う。これはちょっとでかいね。まあ、不具合も多かったけど、そうだね。ちょっ
とちょっとだけクーゲル弱体入ったって感じかな、スペシャル的なところで言うとね。あ、ただダイナモフィンセット、ちょっとオーバーフロッシャーが厄介かもね。塗りが強くなってるけど、ザップはザップでちょっと増えるかもね。ザップ今エナドリ環境だからザップ増えそうな気がする。さらにザップ、まあ寿司も増えるだろうな。ウルショの強化入ったからね。もうウルショの強化入ったらスプラシューター増えるだろうね、単純にね。まああとは弓は、これは連動の問題だから、まあ連動がもともと高かった人たちがさらに当てやすくなりますよっていう話であって、このあたりはね、あとはチャージ中の移動速度はギア軽減につながるからいいのではないかなと思います。はい。ということでご視聴ありがとうございました。まあパッと全体的な話でしたが、トラストの強化来て単純に良かったなと思います。本当良かったね。いや、なかなか来なかったから、これはこれでちょっと、シーズン後半楽しみだね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。